新経済再生担当大臣の下で経済政策を議論する懇談会経済財政検討ユニットはきょう新興企業スタートアップの育成を担当する革新的新事業庁の創設を求める提言を公表しました提言はスタートアップの育成に関して政府内に恒常的な司令塔組織が存在しないと指摘し革新的新事業庁の創設を求めています ユニコーンと呼ばれる有望な企業が欧米並みに増えれば人口の減少が進む中でも持続的な経済成長が可能と見ていますまた配偶者がいる納税者の税負担を軽くする配偶者控除を抜本的に見直し女性の就労を促すことも提案しました政府が来月に策定する経済財政運営の指針骨太方針への反映を目指します